クォーターファイナル第4試合、サイモンエグゼ対アルファーズエグゼの選手たちが入場してきまして、今練習をしているというところですね。それではサイモンエグゼのロスター選手出ています。3番クーリバーディソロモン、5番ドゴシアマルコ、6番コラン陽介、7番浅野貴文、続いてアルファーズエグゼのロスター選手、1番鮫島修一郎、16番マルコ・ミラコビッチ、21番テオドール・アタナソフ、91番落合智也。さあアルファーズエグゼ第4試合に登場してきました。オープニングで岩下さん、このアルファーズエグゼ注目しているということだったんですけれども、そうですね、もう、彼らこの3日前ぐらいにフィリピンで試合してるんですよ。あ、そうなんですか。3日前か。はい、彼らアルファーズはですね、世界 のツアーに参戦しているチームなんですけど、実際にそのスーパーケースというフィリピンで行われた、大会に出場して優勝して、要はこれ世界選手権の予選なんですよね。なのでこの世界選手権大会に駒を進めた、その、翌日に、日本に帰ってきて、そしてその翌日に試合をしていると。タフですね。めちゃくちゃタフなんです。はい、それで今日デイツに住んでますから、疲労度はとんでもないはずなんですけど。いや、そうですよね。もうそれを感じさせないんですよ。昨日僕会場でそれこそ落合選手とかとも話してましたけど、もう体きっちりとかって笑いながら言ってましたけど、昨日の試合を見る限り全然そんな姿見せないんですよね。はい、そのアルファーズエグゼ91番の落合智也、35歳なんですけども、東京オリンピックも経験した現役の日本代表の選手ですね。はい、さあスタートしました。いや、サイモン選手はニコラ選手を欠いてのこのプレーオフになるんですね。最後 のレギュラーラウンド第8ラウンド目での決勝で、主力のニコラ選手が膝の怪我によってですね、結局インジャーリーリストに入ってプレーオフはプレーできないということになってしまった、そういった中でその思いをこの残る他の選手たちにですね、サイモンは果たしていきたいと、非常に強い気持ちでこのプレーオフに臨んでいると思います。はい、そうですよね。大エースを欠いてしまったんですけれども、途中で3番 のクーリバリソロモンのこう名前が上がるような場面もありましたよね。これまでの、ここで2ポイント決まりました。今2ポイント沈めた、コラン陽介選手ですね。サイモンの6番になります。彼 もうずっと主力で戦ってた選手なんですよ。今年はなかなかそのプレータイムももらえなかったんですけど、今回このプレーオフで入ってきて、しっかりこの2ポイント沈めてくる仕事ぶりですね。素晴らしいですね。はい、ただこのテオドール・アタナソフ選手、21番アルファーズ、アンストッパブルなんですよ。本当止められない。大きいですね。205センチ。体格は大きいんですけど、しっかり足も動いて外も打てる、とにかく安定した選手で、もう非常に脅威ですね。ここは外しました。ここで2ポイント狙ってくる、入りません。このクリバリソロモン選手は、そうですね、先ほど名前がありましたけど、もうこのリーグでシーズンで一番成長した選手と言っても過言じゃないかもしれません。もともとはサイモンに練習生として入ってて、プレータイムほとんどもらってなかった選手なんですけど、皆さん記憶にあるか分からないですが、クロスカンファレンスで、決勝戦ですね、ブレックス、王者ブレックスを破って優勝した際も、3人で臨んでたんですけど、クーリバリ選手の活躍といったら、それはもう要所素晴らしかったですね。はい、いや覚えてます。本当に盛り上がりましたね、あの時もね。いや、あれは衝撃的な試合ですよね。サイモン入りか充実してますね、入りから。さあここでフリースローですね。6番コラン陽介がフリースロー。ここ外れてしまいました。外れてしまいましたね。
ちょっと改めて試合を立て直したいんです。ここでホイッスルです。プレーオフのレベルになってくると本当フリースロー一本一本が勝敗を分かつ、そんな、そうですね、はい、展開になりますので、展開になりますよね。一本一本を大切にしていきたいですね、うん。さあまたリスタートです。あ、いいですね、このディフェンスが。やはり両チームともボールに対する意識高いですよね、はい。まあ、これが強度なんですよ、うん。これがプレーオフなんですよ。さあここで打ってきた、入りました。21番テオドール・アタナソフ、はい、はい、これですよ。そうですね、それは205センチですからね。ブロックショット厳しいですよ。あそこまで深追いしてしまうのはちょっともったいないですね。そしてフリースローです。お、珍しいですね、2本目も、うん。あ、このマルコ選手がまた、ここでホイッスルですね、はい。落合選手もしっかりリバウンドフォロー入ってますね、うん。彼も本当に体が強い選手の一人なんですよ。落合選手のその良さというのはやはり体の強さですか。そうですね、あの体の強さもそうなんですけど、彼はあの非常にキャプテンシーの高い選手でして、うん、はい、このプレーで背中で引っ張れるし、かつその声でも、引っ張れる、本当に素晴らしいリーダーシップを持つ選手なんです。そして何よりスマートで、ゲームプランもですね、的確に把握して、はい、こうチームメイトに指示ができるので、まあ、そういった意味でも一人いるだけで本当に心強い選手ですね。そうなんですね、はい、かなり熱くなっていますね。はい、ドゴシア・マルコ、ドゴシア、はい、はい、サイモン・ドゴシア・マルコ選手はとにかくハッスルプレイヤーです。もうチームが窮地に立たされた時もずっと彼がですね、汚れ役泥をかぶってルーズボールリバウンド飛び込んで、とにかくハッスル、タフにプレーするんですよね。これは入らなかった。ちょっとフリースローが両チームともに決まってないですね、うん。この両チームにおいては、うわー、オフェンスファール、落合選手に対するオフェンスファールですね。このチーム両方とも得点力非常に高いので、はい、このロースコアの立ち上がりというのはですね、めちゃくちゃ珍しいです。ちょっと流れを変えたい、うん。そうですね、お互いそのお互いの力がぶつかり合ってるからロースコアになってるんでしょうか。いやー、ちょっとですね、このフリースローも含めて決めきれてないシーンも多いので、うん、なるほど。もちろんそのディフェンスの強度が高いというのは一つなんですけど、はい、わー、よく決めた。それ以外の理由もありそうですね。わー、ただ激しい。そうですね、激しいですね、うん。ちょっとファールが多すぎる。サイモン6つですね、もうファールトラブルです、はい。ファール7個目になりますと相手チームに2ショットのフリースローを与えてしまいます。ここは気をつけたい。あ、2ポイント入りました。これは打たせちゃいけないんですよ、はい。マルコ選手は非常に2ポイント確率高いので、うん、あそこまで気持ちよく打たれてしまうとそれはいつか入ると。わ、ただここでアルファーズもファール5個目、はい、いや目まぐるしい。そうですね、まだどちらが主導権握ってるか判断つかないような状況ですよ ね。 そうですね。うわーっと、これはオフェンスチャージング、マルコ選手に対してですか。あ、掴んでますね。うわ、ここはよく審判見てました。はい、いやー、ちょっと今のオフェンスファールは少しサイモンとしては辛いですね。うん、これでもう7個目なので、まあ、オフェンスファールの場合2スロー、フリースローのペナルティはないんですけど、はい、ちょっとこれのファールトラブルは厳しいですよ。そうですね、まあ、両チームともファールちょっと立て込んでいるかなっていうところはありますよ ね、 すね、はい。ただやはり追いかける側っていうのはですね、ディフェンスもハードに行かないといけないんですけど、はい、結局その7個目8個目というこの
ペナルティがちらつくとですね、なかなか消極的にならざるを得ないんですよね、はい、この追いかけしが厳しい、はい、残り時間7分です。ここは外で振りにしまった、狙うが入らない、はい、サイモンエグゼボール、また試合を立て直したいところですけれども、うん、うわマルコ、すごい、よく決めた、力強いですね、はい、2人いるんですよ、そうですね、5番ドゴジアマルコ決めました、はい、わこれでアルファーズ6個目ですからね、はい、もうこちらも後がなくなりました、うん、そしてここでフリースロー、はい、ついて決めたい、うーん決まらない、やはりフリースロー入りませんね、耐えない、はい、喉から手が出るほど欲しい1点ですからね、そうですね、わディフェンスいいな、いいディフェンスしますね、サイモン、アルファーズもちょっと攻めあぐれて、この攻撃的なチームが攻めあぐれるっていう、なかなかのディフェンスなんですよ、そうですね、はい、この第4試合はかなりロースコアになっていますね、おハッスルプレーです、はい、テオ選手ナイスブロックショット、はい、試合始まってもうすぐ4分というところなんですけれども、うん、サイモンエグゼ4点、そしてアルファズエグゼが6点というところで、はい、ちょっと点数ちょっとはね嫌われてるかな、ここで2点決めました、同点になりました、クーリバリー、はい、サイモンエグゼ3番クーリバリソロモン決めましたね、いや、やっぱり欲しいところに持ってきますね、うん、頼もしいですね、このツーポイントは決めました、返すところがまた、はい、アルファーズエグゼ21番テオドール・アタナソフです、なんつー面白い試合するんだ、うわーっといなかった、通りませんでしたね、いやこの、うーんそうですね、通りませんでしたね、はい、ちょっとこの追いかけるような勢いづいたところでのターンオーバーっていうのはやっぱり勢い失速してしまうので、はい、いや痛い、手痛いですね今のターンオーバーは、うわさあ決めきれるか、おーっとこれはホイッスルですか、はい、どちらサイモンに対するファウルですかね、アルファーズ落合選手にツースロー、あたあとととお逆ですか、はい、ドゴシアマルコサイモンエグゼ5番ドゴシアマルコがフリースローのところに立ってはいるんですけど、はい、違ったんでしょうか、今ちょっと確認中ですね、はいはい、今あ直されました、今、はい、アルファーズ落合選手に対するファールコールというところで、はい、ドゴシアマルコ選手が2スローを与えられます、はい、いやちょっと手痛いファールでしたね、そうですね、まあ、両チームともファール数7ということですね、うん、ファールトラブルですね、はい、わきっちり決めました、はい、このフリースロー、まあ、ファールゲーム、ファールトラブルのゲームにおいてフリースロー非常に大事ですからね、はい、そしてもう1本ですね、これが決まれば同点になります、決まらない、残り時間5分43秒というところなんですけれども、両チームちょっとゴールに嫌われていますね、はいはい、ロースコアでの試合展開です、ここはどちらですか、はい、ホイッスル吹かれました、アルファーズですか、あこれもまた落合選手に対するファールコールですね、かなりホイッスル吹かれる場面が多いですね、はい、あ違いますね、サイモンファールですね、サイモンのファールですね、91番落合智也が出てきました、はい、ホラン選手のファールと、はい、フリスローです、わあ決めました、落ち着いてます、もう1本あります、はい、さあアルファーズエグゼ91番落合智也のフリースロー決めました、日本ともしっかり、はい、これでアルファーズエグゼ10点目です、うん、はい、
おお、決めましたね。決めましたね。ちょっとウォーキングのようにも見ましたが、ホイッスルはなりませんでした。はい、クリーンだったんですね。両者かなり熱い試合を展開しています。ちょっと白熱してますね。白熱してますね。あのお互いの気持ちが前に出ている試合ですよね。そうですね。はい、あ、これは今ディレイですね。遅延行為に対するアルファーズへの警告が入りました。早くボールを拾ってゲームを継続してくれと。わあ、エラーが起きてしまった。うわー、2ポイント入りました。もう一瞬の隙が命取りなんですよ。はい、これがプレーオフ。ここですね、本来だったらディフェンスどちらかが受け渡してしっかりとマルコ選手につかなくちゃいけないところを2人ともこう行ってしまいましたね。うわー、ここで1点返す。9点目です、サイモン。いやすごいスキルだ。はい、いやかなり試合スピーディーですね。はい、うん、ここで2ポイントも決まりました。決めてきた鮫島選手、入りましたね。鮫島修一郎、はい、1番。いやしっかり仕事しますね本当に。ここでアルファーズエクセはこれは2ポイント決まり出していますが、はい、ここでホイッスル。ここはサイモンに何かしらのホイッスルが吹かれたよう、はい、3秒オーバータイムか。オフィシャルタイムアウトですね。はい、ちょっと映像からはどういったボールだったのか見えづらかったですけど、これでアルファーズボールからですね。はい、サイモンターンオーバーになってしまいました。いや、やはり勝負どころ強いですね、アルファーズは。さあ試合がリスタートしました。はい、あの岩下さん、はい、試合中盤になり、ここで1点ですかね、はいはい、試合中盤になりましたけれども、ちょっと両チームともホイッスルよく吹かれるようになりましたよね。そうですね、はい、やはりこの激しいインテンシティの高い強度の高いゲームを展開しているので、まあ、ファールギリギリセレセレなんですよね。はい、まあ、そこでこういった笛が鳴っているという形はあると思います。非常にハイレベル。そうですね、どちらが勝ってもおかしくない。そしてこの美しいスピーディーな展開でした。はい、21番テオドル・アタナソフ決めた。素晴らしいパスワークでしたね。はい、ここで2ポイント狙いますが入らない。はい、そしてうわー、生き残る。あ、残す。サイモン・エグゼのボールです。うん、ここは軽々決めてきた。はい、点数が入り出しました。そうですね、うん、ちょっと今アルファーズは、まあ、アンラッキーと言いますか、そうですね、しっかりとルーズボールに飛び込んだ結果、はい、空いてしまいましたね。これもクリバリ選手が2ポイントをしっかり沈めているからこその反撃ができているので、あと思えば落合選手がしっかり沈めてくると、ね、はい、もう17点なのでそろそろ21点が見えてくるんですよ。うん、はい、そういった意味ではサイモンはもう残り少ない。うん、おっと、おわー、取っていっ、おわー、これはサイモンファールですか。そうですね、ホイッスル引かれまして、このプレーでしょうか。このプレーか、そうですね、ジャイに対するファールでしょうかね。いや、その前のテオ選手ですね。その前のファールですね。もうサイモン9個目。はい、テオドル・アタナソフ21番、はい、フリースロー。あー、硬いな。決めましたね。うん、もう1本与えられます。はい、きっちり決めました。19点。はい、やはりノックアウト見えてきましたよね。はい、そうですね、サイモンとしてはもう、うん、本当首の皮一枚ですね今。そうですね、そう、ここは2ポイントで点数を。さあ、ここで2ポイント狙ってきた、入らない。あ、でもよくリバウンドって、ホイッスルですね。これはアルファーズに対するファールか。はい、そうですね、はい、フリースロー2本が与えられます。アルファーズも8個目。両チームともにかなりファールが立て込んでいますね。はい、あまりファールは与えたくないんですけれども、ここでしっかり決めました。黒のユニフォーム、サイモン・エグゼ5番、ドゴシア・マルコ。
いや序盤ロースコアの展開だったんですけどね、気づけばまだ3分半でこの点数なんですよね。両チーム決まり始めると早いですね。早かったですね。ここは外しました、はい、そしてサイモンエグゼボール、リバウンド取ってし、これも欲しかった。わしかしまだリバウンド、殺した、はい、さあどういうふうに攻めていくか、はい、2ポイントこれが決まれば、嫌われるか。そしてリバウンドアルファーズ、2点取ればノックアウト。そうですね、ファールもできない、サイモン、そうですね、このファールができないからもうこうするしかない、落ち着いてくれました、はい、20点入りました、はい、もうとにかく打つしかないですよサイモン、はい、あ1点取って、あ入らなかった、ここで、はい、あそしてテオ選手が、おっと、おこれはこれちょっと危険なファールですね、そうですね、わざととはいえこのプレーですね、はい、もうファール覚悟で言ってますからね、はいはい、ということでアルファーズエグゼ21番テオドール・アタナソフのフリースロー、まあ、20点なので1本決めればですね、はい、1本決めれば試合が終わるというところなんですよね。決めました、ノックアウト、はい、いやー激しい試合だ。そうですね、クォーターファイナル第4試合、アルファーズエグゼ対サイモンエグゼ、この試合は21点を取りましたアルファーズエグゼが次に駒を進めました。岩下さん、あっという間のクォーターファイナル4チーム決まりましたよ。いやーとんでもない試合ばかりでしたね。そうですよね、はい、どこが勝ってもおかしくないそんなゲーム内容でした、はい、でアルファーズエグゼは世界戦終わったあとすぐにこの、はい、クォーターファイナルの試合だったんですけれども、超過密スケジュールですね。本当ですよね、タフですね、うん、では